空剣島っていうなんてことない島の、ラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこで暮らしていたなんてことない私は、ひょんなことから冒険をした。誰も経験したことのないような、誰も知らない私たちだけの大冒険も。今でもあの大冒険を知る人はほとんどいない。始まりも終わりも何も知ることなく、みんな毎日変わらず暮らしている。私は今でも時々思い出す、あの時の仲間たちと過ごした日々。そして眩しいくらいに輝いていた、あの奇跡のように貴重で得難いひと夏の日々のことを。あれから3年、なんてことない日々の生活の中に戻った私に、新たなひと夏の日々が訪れようとしていた。話でしか知らなかった大陸に着いた。海を越えて、うーん、島とはなんか空気が違うな。同じ海の近くなのに、やっぱり湖とちゃんとした海とではいろいろ違うんだろうな。誘われたとはいえ、勢いに任せてきちゃって大丈夫かな。モリッツさんからの依頼も何か手がかりが見つかればいいんだけど。行き詰まってるな。もう少し錬金術の知識とか技術があればな。みんなの前で大見え切って約束したこともそう簡単にはできそうにないし。どうしたんですか、モリッツさん。私、何かやらかしたっけ。いや、今日はそういう話ではない。実は他でもない、お前に調べてもらいたいものがあるのだ。これは？それは我がブルネン家に代々伝えられている数ある宝の一つでな。
ブルネン家の先祖がいずこからか見つけ持ち帰ったものだと伝えられている。へえ、綺麗ですね。そうだろう。私もこれはさぞや貴重で価値のある一品に違いないと睨んでいるのだが、あいにく正体がわからんのだ。同じものを見聞きした者もおらん。ただその見た目だ。私は何かの宝石ではないかと考えていてな。個人的に虹の宝玉と呼称している。なるほど、確かにそれっぽいですね。それでどうしてこれを？それがな、ここ最近の話だが、その石が光るようになったのだ。つやつやしてるから？いや、そうではない。まるで明かりのようにぼんやりと光を放つのだ。しかもここ数日に至ってはその光がやけに強くなってきたように感じる。ただの宝石であったうちは良かったのだがな。こういう得体の知れぬものはお前が一番詳しいだろう。調べてきてくれ。そんな急に言われても。お前の得意な錬金術とかいう技を使えばすぐにわかるのではないか？いや、錬金術ってそういうものじゃないから。とにかく頼んだぞ。ああ、それからその虹の宝玉のお扱いは丁重にな。には気になるんだよね。決めた。やっぱり行こう。行くしかない。タオたちがいる王都アスラアムバートに。島より栄えてはいるけど、思ってたほど大きい町じゃないかな。王都って言っても案外大したことないのかも。なんだ、王都に行くのか？うん、ここから西の方だよね。まだ結構かかる？そうでもない。それに外から来た人向けに馬車の定期便もあったな。馬車？定期便？すごい、そんなのあるんだ。あ、いや、すまない、正確にはあったなら。あんたも間が悪いな。少し前に魔物の襲撃があってよ。今は運休しているそうだ。歩いて行くしかないか。おい、本気か。魔物の絶対に出るとは言えねえが。おありがとう。でもちょっとでも早く行きたいから。そうか。あんま、
この道を通っていけば王都に着くってわけね。早速出たわね。久しぶりの戦い、しかも私一人だけ。でもなんとかなる。待ちな。え、あなた誰？助太刀するぜ、お嬢ちゃん。さっさと片付けちまうか。大丈夫だったか？うん、大丈夫。それにしても、まさか魔物相手にひるまねえとは。お嬢ちゃん、この辺りの人間じゃ。空剣島だよ。さっき船で到着したばかりなの。空剣島？悪いが聞いたことねえな。小さな島だからね。そうか、王都ならこの道をそんなに遠くないが。変わった人だったな。王都ってああいう人がたくさんいるのかな。それにしてもいきなり魔物が出るなんて前途多難だな。まあなんとかなるか。
気をつけて。連続よ。連続よ。連続よ。そこ。連続よ。連続よ。そこ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。遊びへ。
っと着いた。これが王都。すごい、こんなに大きいんだ。舐めてたな。やっぱり王都っていうだけのことはあった。広さだけなら空間島だってそれなりだと思うけど、あっちは畑しかないしな。あ、何よここ。誰か呼んだ？あれって、ボス？よかった、助かった。本当にライザじゃねえか。まさかと思ったが、なんでここにいるんだ。まあそれはタオに。それにしても久しぶりだね。お前こそ相変わらず聞くまでもなく元気そうだ。あはは、憎まれ口も相変わらずでよかったよ。ボスのお友達？ちょ、何言ってるんだよ。僕だよ、僕。忘れちゃったの？そうだよ、誰だと思ってたのさ。いや、だってずいぶん背が伸びたね。それに声も全然違うじゃん。なんだか男の子って感じになってる。こいつこっちに来てから急に大きくなりやがったんだ。もう俺とほとんど変わらん。服装もやけにおしゃれな感じになってるし、最初誰だか分からなかったよ。ひどいなあ。もう逆にライザは一目で分かったけどね。ああ、特におのぼり特有の動きをしてたからな。なんかあんたたちの方がさらっとひどいこと言ってない？まあまあ、田舎育ちが通る道ってやつだよ。うん、まあね。危うく迷子になりそうだったけど、いきなり。いや、それにしてもここが王都なんだね。高い建物が多いからな。そうだ、せっかく来てくれたんだし、ライザに町を案内するよ。そうだな、今いる。うん、さっきからずっと気になってたんだ。後にしろ、お前は夢中になると時間を忘れるからな。
この町っていくつかの区画に分かれてるんだけど、そういう町の作りのせいもあるんだろうけど。他の地区も軽く巡ってみるか。またそういうことを言う。でもここはおとなしく。よし、じゃあまずは北の農業区と南の職人区に行ってみ。食べられるキノコも毒キノコも錬金術の前には関係なし。あ、手で使えそう。ここはいろんな職人の店が集まってる地域さ。もともと王都は国中から金属を集めて加工なんかをするのが主な産業なんだそうだ。面白そうなものがいっぱいありそう。あ、でも僕も最初はそう思ったんだけどね。やっぱり同じような仕事をしてる人たちが集まった方が多少は商売がたきになるかもしれないけど、それよりも俺たちの村と一緒だ。港に行けば店がいくつもあっただろう。言われてみれば確かに。まあ金属製品で困ったことがあったときはここに来れば解決すると思うよ。の状態だとそこまで危険じゃないのに、調合すると凶悪になるんだよね。サラサラっと砂は簡単に取れるからありがたいな。魚の暴れる力って強いんだよね。落ち着いて。あった、これこれ。
この辺りはこんな感じで農業区だね。見慣れた感じだろ。うん、他が都会なのにここに来たら急に島に戻ったような気分になったよ。なんというかホッとするような。まあ僕らからしたらこの辺りが一番慣れ親しんだ感じがする景色かもね。全然人がいないね。街の方はいっぱいいたのに。あまりなり手がいないんだとよ。都会に住んでてわざわざ土にまみれたくないんだろう。食べ物だったら周辺の町からいくらでもやってくるから困らないしね。僕らの村の空間フルーツも売られてるのを見たよ。あまり数は多くない。そうなんだ。農作業したくないって理由も。お前のはただ単にめんどくさいってだけで理由にはなってないからな。まあそんなわけでこの辺りはこんな感じかな。じゃあこの後は学園区に行ってみようか。学園？僕らが通ってる学園がある区域さ。普段は僕らも学生相手の店なんかが多くてな、割と賑わってる場所。階段を上がって西にあるあの塔の先が学園区だよ。おいタオ、あの店に行かねえか。うん、そうだね。僕らについてきてよ。二人ともなんだかすっかり仲良くなっちゃって。今のって何やってんだ、早く来いよ。ちょっと迷子にならないでよ。あ、うん、ごめん。学園なの？まさか。ただ大抵は学園に関係してたりするね。学生が住んでる家だったり学生相手の店だったり。学園があるから成り立っている地域ではある。はあ、何から何まで規模がでかいな。島じゃ学び屋一つだけだったし。あそこだ、あれがいつも俺たちが行ってる店だ。
座っていろいろ話そうぜ。しようとしてたんだっけ。それにしても二人ともすっかりこっちの人みたいで驚いたよ。そうか。俺は何も変わったつもりはないがな。タオも俺ライザだってこっちにいたら同じように思う。私はタオからこの手紙もらわなかったらここに来てなかったかも。何が書いてあるんだ。うん、こっちに錬金術と関係ある遺跡があるかもって内容なんだけどさ、ライザが島で錬金術がうまくいかずに難航してるみたいなことを手紙に書いてきたから気になって、いっそライザもこっちに来てみればって。遺跡だと？俺はこっちに来てからそんな話聞いたことないぞ。本当にあるのか？僕も人づてで聞いたから最初は眉唾だと思ったけどさ、調べてみたらここの近くに古い遺跡があるようなんだ。そういう伝承がたくさん残っていてね。伝承？思い出してよ、僕らの村にも伝承はあっただろ。わらべ歌だったけど。あ、南に下る旅人は決して街道を外れるな。伝承っていうのは過去に実際に起こったことなんじゃないかって研究してる人も、僕もそれには賛同してる。わらべ歌に出てくる名前も実際に存在する場所だっただろう。立派な伝承だったんだ。そういえばアンペルさんが言ってたっけ、こんなに遺跡があるのに伝承が少ないのはおかしいって。だろ。実はこの王都周辺には神話とか偶話みたいなものが結構残ってるんだ。古風の先に砦であり、闇を覆う帳なり、人の血を越す大まじないは無より作りし宝なり、仏行来たるその日まで砦はただ眠り続けるものなり。どういう意味だ。僕にもさっぱりだけど、この歌が作られた時代には何か建造物があったのは間違いないね。それが今も残ってたら遺跡になってるんじゃないかなって思うんだ。人の血を越す大まじない、それって錬金術のことかもしれないと思ったからライザを呼んだんだよ。改めて聞くんだけど、ライザ、僕と一緒に遺跡を調査してみない？
僕は遺跡の調査には興味があるし、ライザも錬金術の取っかかりができると思うんだけど、どう？うん、いいね。私もちょっと興味が出てきたよ。もうずっと冒険とかしてなくてさ。じゃあ決まりだね。行ってみよう。ただ行くにはちょっと時間がかかりそうかな。今まで存在を知られずにいたってことは、人目につかないような場所だと思うし、準備が必要だ。私もまだここに来たばかり。準備をするにしてもまずは。俺だってお前に押しかけられても困るぞ。そう言うと思ってたよ。ちょっと待ってて。タオ、その子は？はじめまして、パトリツィア・アーベルハイムです。パティと呼んでもらえれば結構です。あ、私はライザリン・シュタート、ライザって呼んでね。パティは僕が家庭教師をしてる生徒でね、この辺りを仕切ってる家の娘さんなんだ。そうだったんだ。まさかタオがこ、ライザの中で僕はどんなイメージになってるのさ。ほら、いつも本とにらめっこしてたから。それは否定しないけどね。で、タオさんから事前に話は聞いてます。部屋を一つ用意。タオ、一体どういうこと？オートに来たばかりなのに、いきなり部屋を一応長居することもできるような部屋をパティに探してもらったの。ただ内装が少々古いですけど、空いているの？あ、どんな部屋なんだろう。早く見てみた。案内します。中央区にあるので。バス、こちらです。ついてきてください。この建物ですね。この中の、わあ、素敵な部屋。けど
私今そんなに手持ちないよ。家賃のことなら安心して、パティが少しの間ならって。助かるよ。訳ありの部屋なので少しくらいなら問題。ご覧の通り内装とかちょっと古くて。私は早く修繕すればいいのにって思うんですけど。ううん、私にとっては全然。あれって学園の調理場にあった古い大鍋だよ。僕が。さすがタオ、よくわかってるね。だってライザには絶対に必要なものだろ。こんな大きな鍋、何に使う？それはね、錬金術に使うんだよ。ライザ、俺も見てみたいもんだ。お前らから錬金術。ライザ、さっさ。うん、いいよ。調合しようにも。ああ、そうか。それはいいんだけど。街中はね。確かに。ここに来る。じゃあ街道に行って。それなら僕もついていくよ。ありがとう。行きたくない。止まる。お前らが戻ってくる。タオさんが行くなら私も行くわ。あ、いや、魔物と遭遇する可能性も。でももし君が怪我でもしたら僕にパティの。じゃあ早速外に行こう。
この辺りは人の往来があるから、出るとしてもとは言っても魔物には違いないんだけど。私実際に街道を通ってきたし。なん？あ、もう、ま、今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。ティアー、ティアー。薬の調合って結構するから、少し多めに取っておこうかな。あった、これこれ。なんだろうこれ、結構珍しいものかも。そうな食材が手に入った。まあ錬金術に使うんだけどね。美味しそうな食材が手に入った。少しもらっても大丈夫かな。えい、これ使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。ライザが喜びそうだ。錬金術に使うって意味で。ティアー、あった、これこれ。えい、えい。確か前にこんなの取ってたような。糸を集めるのも慣れたものよ。くるくるくるっと。ティアー、ティアー。すごくいい形の石だ。だけどライザは形はどうでもいいとか言いそうだな。神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。ティアー、石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。ティアー、えい。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。ティアー、みんな気をつけて。そこだ、よっと、連続よ。
そこだ。よっ、はぁ、正解。連続よ。そこ、そこだ。よっ、はぁ、えいた。そこだ。せーの、楽勝楽勝。さあ早く進もう。こうして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。敵だ、気をつけて。正解、連続よ。そこだ、よっ、はぁ、あ、正解、連続よ。そこだ、よっ、はぁ、あ、連続よ。連続よ。飛んでけ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。取れた。綺麗な花だけど。てやー、ごめんね。素材に使わせてもらうよ。すごい、こんてやー。木の実だって立派な素材の一つ。何に使おうかな。てやー。これ、おやつによく食べる木の実だ。香ばしくって美味しいんだよね。てやー。えい。てやー。えい。これだけあればもうそろそろ。そう、それなら町に戻ろう。それじゃ早速錬金術の調といっても、こっちで取れた素材とは失敗の言い訳。違うって。まあまあできるやつ。まったく。よし、じゃあ始めるよ。何作っちゃおうかな。入れる場所は、何入れよっかな。次はどうしよっかな。お、いい感じかも。
何を入れよう。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。お、いい感じかも。どれにしようかな。これでどうだ。いい感じ。さすが私。できたよ。ほら、こんな感じ。実際にライザが調合してるのを見たのは初めてだが、錬金術ってやつは驚くよね。どう？これが錬金術だよ。正直驚きました。こんなすごいものが本当にあったなんて。錬金術を使えば何でも作れるよ。いや、さすがに何でもはちょっと言い過ぎか。何でも本当に。どうしたの？あ、いえ、何でもないです。ライザの錬金術が健在で安心したよ。遺跡の調査はまた日を改めてかな。ライザも到着したばかりで疲れてると思うし。そうだね。さすがに私もちょっと疲れただろうな。島からここまでの長旅、知らない町、いくらライザでも疲れない方がおかしい。その言い草、あんた私を何だと思ってんのよ。いろいろ準備もいるだろうし、ライザの用意ができたら声をかけてよ。待ってください。今度は私もついていきます。パティ、それは危ないと思うし、やめた方が。でも、そう、実は私も遺跡には以前から興味を持っていたんです。どういうこと？そんな話初耳だ。タオさんの授業を聞いていて、歴史に対する興味が最近急に強くなってきたんです。遺跡のことも同じで、私にとって探索は勉強なんです。でも遺跡には魔物が住み着いてるかもしれない。戦うことになるかもしれないんだよ。私も全く剣術の。うん、まあ分かった。じゃあ一緒に行こう。でも、今日はここでお開きかな。それじゃあまた明日ね。ちゃんと疲れを取っておくんだな。では。いろんなことがあったな。タオたちにも出会えたし、新しい友達もできたし、オートもあちこち見て回ったし。遺跡か。どんなとこだろう。モリッツさんからの石もあったっけ。
いいでしょう。いいでしょう。着替えだ着替えだ。いいでしょう。あ、これ結構好きかも。なかなかいい感じじゃん。